ね、この爪の横横をしてこのなしかこ,のこうやって免疫力強くする方法ですかそうそうこれは免疫強くする方ですよ気力強くする方の中に一つですよねだからこれがねあの小序六ねねの一通があるでしょそういうことも考えしてやった方がいいんですねだからこのこのれが このドキドキじゃないで私はこの頻繁にやってますよやっぱり自分の体は自分がね、うんうん、じゃあこれだけでもね、これだけでも面白いことがあるのこっち痛みがなくなってるうん、うん、あそう。マらま <laughs> <laughs>、ね さっきうわーっとかしたじゃん、うん、な同じこと触るよ今私痛、うん、くないですか今、うん、さっきよりなすごいですねこれがそういう世界の秘密があるの、うん、ここのものはここから解決するねここからねここ詰まってる場合はねでここで解決するここはここがな,ならなかった場合は地面で解決する、うん、こういうことが あのなですか体全体的に特に行くのなんですが地のそのさっき蝶は本当にすごい早く効くのこれはみんな知ってる人いないんだべでこういうこうあの何ぜかこう曲げてこうこうねこれはとっても重要なやり方ですよあの1234565条6歩 <laughs> ここで秘密があるのねだからこの辺で全部こんなか改善してうんとにかく免疫強くして自分の体丈夫にするいや前より全部ね何か心配事があったのか前パンパンより結構痩せてんな夕方食べないのか分からないけど